次期戦闘機開発に着手した日本ですが、新進のテストフライトは終わったのに、状況は2点3点する始末です。次期、戦闘機を純国産で開発するために、イギリスとイタリアとの共同開発計画に参加している状態なのです。今回は、その3カ国共同開発による XF9 エンジンが果たして使用されるのか、見ていきたいと思います。F3 戦闘機開発にアクセルがかかり、日本に導入されるのでしょうか。F35 戦闘機でも、かなり長い開発期間がかかっていますよね。となると、X 通信信を量産化して航空自衛隊に導入した方が手っ取り早いように思うのですけど。心身を少し大きくして格納部分も増やしたら世界最強かも、と思ってしまいませんか。ここでネットで拾った様々な意見を紹介しましょう。XF9 は残念ながら使われない。日本がイギリスと組んだ時点で、ロールス・ロイス社製エンジンに決定でしょ。IHI のエンジンでもいいというなら、テンペストは、とっくに FCAS に統合されて、フランスのスネクマ社のエンジンを搭載してるはずでしょ。F3 戦闘機のエンジンは、ロールス・ロイスが主管になってるから、日本は、コア以外のエンジン部分の開発や生産係になるんじゃないかな。日本向け以外の F3 戦闘機には、ロールス・ロイス社のエンジンが搭載されるのは間違いないだろう。日本用の F3 には、オプションとして、IHI のエンジンを乗せるかも。日本が国産エンジンじゃなきゃダメですと主張したら、日本用だけなら、それも可能じゃないかと思います。でも、そうなったら、ロールス・ロイス社のエンジンに IHI は絡めなくなるわけだし。つまり、イギリス向けやイタリア向けだけではなく、将来的には F3 戦闘機が輸出されたとしても、IHI は、蚊帳の外ということになりかねないのでは？ EJ200 のタービン温度 1550°C と言っているけど、作った当時のものだよね。勝った。って喜んでちゃ、お気楽すぎだ。甘すぎる。日本の IHI がタービンブレードを作ったら即解決じゃないの？国際開発の中で低中圧タービンブレードなら作れるって言ったから、試しに日本メーカーに作らせたのに、大失敗というみっともない低たらくだった。同じ国なんだから、日本メーカーがその尻を拭くのは当然と思われる。ロールス・ロイス社は、トレントエンジンでも高圧タービンだけは手放さなかったよね。しかも、高圧タービンは、低中圧タービンよりずっと難しかったにもかかわらず、ロールス・ロイス社は、何ら問題を起こさなかった。技術力を無視できないよね。発表していないから、ロールス・ロイスの具体的な温度はわからない。でも、EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は、EJ200 より出力3割増。当然、背後には、ハイスピードな技術の進歩があるんだろうね。1550°C という温度は、40年も、前の1980年代半ばの EJ200 が開発された頃に出た数字。今はどうなの？日本製のエンジンは使われないでしょ。実績がエンジンには重要なんだし。昔よりコンピュータが進化して、正確なシミュレーションができるようになったけど、やっぱり実際に使用しないとわからない不具合は多そう。実績が全くないエンジンを、国防のための戦闘機に採用するなんて、賭けだよ。日本製エンジン、当然使われるでしょ。エンジンの製造と、機体設計に、とっくに予算がついてるだし、使わなきゃ予算戻すの？予算がついたから国産で行こうとなるとは限らないでしょう。今までのアメリカ相手のように、日本は、大金を出して完成品を買わせられることになるでしょう。国産にするのなら、入札か随意契約になるので、結果は公表されるはずだから確実にわかりますよね。軍事に関しては、ニュースでも、利権が絡んだリークや、観測気球みたいな記事が、すごくいっぱい出てくる。ヨーロッパのサッカー選手の移籍とか、代表監督なんかは、有利な契約ができるように、代理人があることないこと、いい情報を流すけど、軍事は、動くお金も巨大だからこそ、こういう関係のニュースの信頼度ってひどすぎ。
こういうフェイクに惑わされない方がいいですよ。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで IHI と契約締結している。予算を紹介してあげましょうか。2021年度は、その1の次期戦闘機用エンジンシステムで、契約相手は IHI、契約金額は158億円。2022年度は、その2のエンジンシステムで、相手はやっぱり IHI、金額は164億円。これは、次期戦闘機エンジン設計予算から出ているんです。IHI が設計したエンジンを製造するわけですね。ロールスロイスのエンジンなんて、影も形も全然ありませんよ。日本は、IHI が設計まで契約済みで、今年度は製造をスタートするわけです。IHI が設計したエンジンを、IHI 以外のどの企業が製造するんでしょう。イギリスは、2027年に EJ200 実証機を飛ばしてみたらいいんじゃない。エンジン性能のネックと言われるタービン入り口温度は、XF9-1 の段階で、1800°C 以上でも、EJ200 戦闘機のは1550°C くらいですよね。それでなんで間に合うって思えるんだろう。日本向けの F3 には、日本のエンジンを乗せるってことで納得してるんですね。イギリス向けもイタリア向けも、それぞれ、自分の国の企業に金を落としたいだろうから、ロールスロイス社は、自前エンジンをつけられるなら、やっぱりつけたいだろう。となったら、日本のエンジンはライセンス生産にする。タービンブレードとか一部のネックになる部分は、日本に作ってもらうかの二択じゃないのか。今は、EJ200 のタービン入り口温度って、今は一体何度なんだろう？ロールスロイス社は、旅客機用のトレントエンジンでも、爆発事故とか破損事故とか起こしてるんだけど、知らないわけないよね。解決策として、日本の IHI にタービンブレード作ってもらってるわけなんだけど、黒歴史だからあんまり知られてないのか。IHI の実証エンジン XF9 のタービン入り口温度はなんと 1800°C とか。ところで、EJ200 って何度なんですかね。日本は製造しようかとすでに提案してるのに、XF9 系以外のエンジンで一体何があるんですか。イギリスには EJ200 しかないですよね。XG240 戦闘機も実験中って聞いたけど、情報は一つも出てこないんですけど。タービン入り口温度って、ジェットエンジンの推力を増やすボトルネックなんだとか。そこが何度まで耐えられるのかが大事なんですよ。数字での答えが全然出てこないのは、ごまかしてる？イギリスで2027年に飛ばすと言ってる実証機は EJ200 戦闘機。だからバカにしてるんじゃない？トレントエンジンのタービンブレードって、ロールスロイス社が作ったものだった。要するに、ロールスロイス社が自力で問題解決できなかったから、IHI が解決してあげたんでは？でもそれをごまかしてるよね。印象操作しようとしてる？ロールスロイス社は、高圧タービンは手放してませんって言い張ってるけど、中低圧で不具合出したよね。自分たちで解決できなかったのを忘れてる？ 1550°C ならロールスロイスでもできるだろうけど、1800°C 以上になったら素材技術を持ってる国じゃないと作るのは無理だろうよ。情報は全くと言って良いぐらい出てこないんだけど、どうなってる？一応は、XG240 はテストを続けているみたいだけど、日本から高温に耐えられるタービンブレードの技術を教えてもらっちゃったのかな。どんなにジタバタしても、日本で次期戦闘機を使い始めるスケジュールには間に合わないんだよね。イギリス国内向け戦闘機は、自国が作ったエンジン使うはずだから、X240 エンジンにするかもしれないけど。間に合うならねの話だけど。